関口博之は NHK 解説委員。担当分野は経済政策、企業戦略。神奈川県横浜市生まれ。1979年、一橋大学法学部卒業後、NHK に記者として入局。東京では報道局経済部記者として数多くの経験を積んだ後、2001年に解説委員に就任。後に解説士官昇格。 担当は、経済政策、企業戦略で、経済羅針版の編集長兼キャスター、経済最前線編集長兼キャスターなどとして、出演した。2011年元日、NHK スペシャル、日本の生きる道で司会を務めた後テレビ画面からは、遠ざかり、同年6月から2年間北九州放送局長を、務めた。在任中は、財団法人北九州市芸術文化。 新興財団理事、財団法人アジア女性交流、研究フォーラム理事、北九州市地域福祉振興協会委員、北九州市立命の旅博物館協議会委員等も務めた。2013年6月14日付の定期幹部人事で解説委員室に復帰し、時期不明ながら解説副委員長も務めた。原油高等21世紀のエネルギー問題と日本の 戦略、NHK ハット、第68回クペックエーブルサロン、財団法人北九州市、芸術文化振興財団北九州市、北九州市地域福祉振興協会役員名簿、北九州市出展、西日本新聞2013年6月1日付、経済面。なお同志はウェブにおける、経済関連の記事閲覧を有料化している。ありがとうございます。